ロシア前大統領2023年に入入り契約兵18.5万人が入隊ロシアのメドベージェフ前大統領は4日に公開された動画で今年に入り約18万5000人の契約兵が入隊したことを明らかにしたウクライナで特別軍事作戦を続けるロシア軍は数年をかけて兵力拡充に取り組んでおり順調に進んでいるとアピールする狙いのようだ。 メドベージェフ氏は外交・防衛政策を決める安全保障会議の副議長を務める今回は会議で発言する動画が通信アプリテレグラムに投稿されたロシア軍は兵役経験者を有給で雇う契約兵を戦力の中心に据えているメドベージェフ氏は国防省の説明として今年1月1日から今月4日までに18万5000人以上の契約兵が入隊したと述べた ううち10万千人は予備役に入れられらたというロシアでは6月下旬に民間軍事会社ワグネルの反乱があったばかりだがメドベージェフ氏はその後にも約1万人が入隊したと指摘反乱の試みは特別軍事作戦で軍と契約しようとする市民の態度を変えられなかったことを強調しておきたいと語った特別軍事作戦で苦戦しているロシアは2022年9月部分的動員令を発動し 約万万人人をを招集今年年月ににには26年までに兵力の総数を150万人に増強するると発表しているロシアの独立系ジャーナリストと弁護士チェチェンで襲われる過去に殺害予告ロシアの著名な調査報道ジャーナリストエレナ・ミラシナ氏がロシア・チェチェン共和国で顔を覆った男らに襲撃された独立系リベラル氏 ノーバやガゼータに所属するミラシナ氏はチェチェン共和国に飛行機で到着後空港近くで無理やり車から降ろされプラスチックパイプで殴られたと説明したその後髪の毛を剃られ頭に緑色の染料をかけられたという同氏に同行していたアレクサンドル・ネモフ弁護士も負傷したミラシナ氏は過去に同共和国の首長ラムザン・カディロフ氏から殺害予告を受けているミラシナ氏とネモフ氏は カディロフ氏を批判して亡命した3兄弟の母親に対する裁判を傍聴するためにクロズヌイ空港に降り立ったが目的は果たせなかったこの裁判ではザレム・ムサイ・エバ被告53に5年半の禁錮刑が言い渡された同被告の罪状は政治的動機に基づくものだと批判されているカディロフ氏は2007年以降チェチェン共和国で権力を握っている ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の強力な同盟者でありウクライナ侵攻も支持している一方国内で超法規的な殺人や誘拐拷問を支持しているとして批判を受けている弁護士は死を刺されるミラシナ氏とネモフ氏によると2人の乗った車は空港からそう遠くないところで3台の車に乗った少なくとも10人の顔を覆った男らに襲撃された ミラシナ氏は男たちは空港内で自分たちの到着を待っていたと思うと話したミラシナ氏は首都クロズヌイの病院でチェチェンの人権団体職員にこれは典型的な誘拐だと話した運転手を押さえつけて車の外に投げ出した後、車に乗り込んできて私たちの頭を押さえつけ手を縛ってからひざまずかせ頭に銃を突きつけたネモフ氏はロシアの弁護士協会に対し それから私たちを道路脇に投げ出して顔や全身を蹴ったそれから足を刺してきたと説明したと報じられているミラシナ氏はその後警告に引きずられていったと語った男らはそこで2人をポリプロピレセンのパイプで殴り始め携帯電話のロックを解除するよう要求したミラシナ氏は殴られながらでは複雑なパスワードを入力できないと訴えたという 男たちは理解しなかったその後髪の毛を剃られ緑色の染料をかけられて何も見えなくなったとミラシナ氏は人権擁護団体クルー・アゲインスト・トーチャーのセルゲイ・ハビネツ氏に語った染料は防腐剤として使われているもので過去にもアレクセイ・ナワリヌイ氏を含むロシアの反体制派への攻撃にも使用されているミラシナ氏はオーダーによって脳に損傷を負った また当初は3本の指が折れていると診断されたが、後に医師は指は無傷だと述べた。NATO ・ストルテンベルグ事務総長、続投へ、任期1年延長で合意。大西洋条約機構、NATO は4日、ストルテンベルグ事務総長64の任期を1年間延長することを決めた。ロシアのウクライナ侵攻が続く中、経験豊富なストルテンベルグ氏の続投が適切と判断した。 ストルテンベルグ氏はノルウェーの元首相で2014年に NATO 事務総長に就任これまで3回にわたり任期が延長されてきた NATO はウクライナを支援する一方ロシア軍との直接衝突を回避するという課題に直面ストルテンベルグ氏は安定感のある指導者として忍耐強く合意を形成する力量が評価されている新たな任期は来年10月1日まで ストルテンベルグ氏は任期延長の決定を光栄に思うとツイッターに投稿したバイデン米大統領はストルテンベルグ事務総長の任期を1年延長する NATO の決定を歓迎ストルテンベルグ氏の着実な指導力経験判断力によって NATO は第二次世界大戦以来欧州の安全保障における最大の試練を乗り越えてきたとし現在 NATO はかつてないほど強固で結束し 目的を持つと評価したその上で、NATO をさらに強化するためにストルテンベルグ氏と連携を続けていくことを楽しみにしていると述べた。ホワイトハウスによると、バイデン氏はその後、ドイツのショルツ首相と電話会談を行い、今月11から12日にリトアニアの首都ビリニスで開かれる NATO 首脳会議に向けた準備事項について確認。NATO を一段と強化する方法など 首脳会議で討議される多岐にわたる問題について話し合ったとしたウクライナのゼレンスキー大統領は電話でストルテンベルグ氏に祝意を伝え実りある協力関係を続けていくことを楽しみにしていると述べたまた NATO 首脳会議を前にストルテンベルグ氏と見解の調整を行っているとし今こそ力強い決断を下しこの方向への具体的な一歩を踏み出すときだと対話アプリテレグラムに投稿した ウクライナは NATO 首脳会議で加盟に向けたシグナルが示されることを望んでいるストルテンベルグ事務総長は今年2月に任期の再延長は求めないと表明その後後任候補としてデンマークのフレデリクセン首相や英国のウォレス国防相らが浮上したが NATO 首脳会議が近づく中加盟国の支持を得ることはできなかったストルテンベルグ氏は引き続き事務総長として軍の変革を監督し 防衛の焦点をアフガニスタンやバルカン半島などからロシアに戻すことのほか NATO のアジア地域への関与をめぐる加盟国間の見解の相違のすり合わせなどの課題への対処にあたるバイデン米大統領はストルテンベルグ事務総長の任期を1年延長する NATO の決定を歓迎ストルテンベルグ氏の着実な指導力経験判断力によって NATO は第二次世界大戦以来 欧州の安全保障における最大の試練を乗り越えてきたとし現在 NATO はかつてないほど強固で結束し目的を持つと評価したその上で NATO をさらに強化するためにストルテンベルグ氏と連携を続けていくことを楽しみにしていると述べたホワイトハウスによるとバイデン氏はその後ドイツのショルツ首相と電話会談を行い今月11から12日にリトアニアの首都ビリニュスで開かれる NATO 首脳会議に向けた準備事項について確認 NATO を一段と強化する方法など首脳会議で討議される多岐にわたる問題について話し合ったとしたウクライナのゼレンスキー大統領は電話でストルテンベルグ氏に祝意を伝え実りある協力関係を続けていくことを楽しみにしていると述べたまた NATO 首脳会議を前にストルテンベルグ氏と見解の調整を行っているとし今こそ力強い決断を下し このの方向への具体的な一歩を踏み出す時だとだアプリテレグラムに投稿した。ウクライナは NATO 首脳会議で加盟に向けたシグナルが示されることを望んでいるストルテンベルグ事務総長は今年2月に任期の再延長は求めないと表明その後後任候補としてデンマークのフレデリクセン首相や英国のワレス国防相らが浮上したが NATO 首脳会議が近づく中 加盟国の支持を得ることはできなかったストルテンベルグ氏は引き続き事務総長として軍の変革を監督し防衛の焦点をアフガニスタンやバルカン半島などからロシアに戻すことのほか NATO のアジア地域への関与をめぐる加盟国間の見解の相違のすり合わせなどの課題への対処にあたる。